とにかくね、びっくりする雰囲気なんですよ。俺とうとうびっくりしました。僕らはまあほとんどアフガニスタンのこと知らないんですけども、アフガニスタンがもともと文化的で歴史的に古い国ですよ。はいはい、そう。アミさんが今これ着てらっしゃるのはアフガニスタンの民族衣装。そう、民族衣装でほとんどこのものはシルクからできたもの。みんなでこの今この国行ってもこの星ですか、みんな。そうですね、みんなそうですけどね。あのアフガニスタンのことちょっと聞きたいんですけど、はいはい、あの日本だと割とこう今自由恋愛でみんな結婚するんですよ、はいはいはい、ね、アフガニスタンはどうなんですか、みんな恋愛して結婚する。そうですね、やっぱり今のアフガニスタンって言ってもね、もう話が合わないけど、私行った時の当時のアフガニスタン行ったら平和の時の話でね、ほとんど 99% お見合いでしたね。お見合い、お見合い、結婚してね、うん、奥さんが初めてじゃなかったら、うん、別れられるって聞いたことある。そうですね、部屋で一緒に寝るの、うん、むしろその時は枕の下でね、一ミタぐらいね、柔らかいガーゼみたいね、そのハンカチ拭くの、うん、それでは朝はどうやってそのハンカチ拭くか、お母さんが行って探しに行くの、うん、男性のお母さんが、うん、あーなるほど、それでなんかハンカチ拭くは女性のお母さんが、女の人のお母さんが枕の下に置くの、うん、あと次の日で朝は男性のお母様が行ってハンカチ持ってくるの、うん、それでは証拠があれば ね、 そうですね、みんなに見せてお祝いで、それであとは結婚式。赤くなって、赤くなってればってことでしょ。赤くなってれば、ね、ああおめでとうなの。そう、おめでとうと、まだみんなに見せるの、それで。はあ、すごいねこれ。じゃあもし一回ね、そういうことしてしまった人はもう結婚できないじゃん。結婚できない、一瞬で。じゃあ一瞬で結婚できない。絶対働くの、親の。結婚できないの。そう。今はじゃああんまり好きになってるんですかね。今はね、戦争でね、誰もそんなもの考えてないで、早く12歳、13歳でみんな結婚してるの。戦争が食べていけられないし、誰も25年間の戦争よ、アフガニスタンで。そうですね、すごいよな。あとでその宗教で毎週金曜日、はい、私たちはみんな剃るの、はい、え、何ですか、え、毛を剃るの、うん、そうそう、何のために、それちょっと待ってください、ここの毛、そう、女性はみんな一本一本抜くの、自分のもの、ね、抜くの、やめろ、女性は全部抜かない人、抜かなかったら剃ったら女性の方がもっとあの硬くなっちゃうでしょ、男触ればね、男触れば、ね、チク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 しちゃうから、チクなるから、あ、そういう時のためにね、そうですね、毛がないパイパンでね、うん、パイパンでね、そう、全部抜くの、全部抜くの、全部抜いて大体は二十歳ぐらいになったら出てこないの、毛が、うん、毛が出てこない。じゃあ二十歳以上の人はみんなパイパンですか。そう、そうですね、みんな、そう、ないの、脇も、いや、脇は、脇も一本一本で抜く。ふわーら、先生、なんで抜くんですか。気持ちいいから。それで、それでイスラムのその規則だからね、それ不潔と、下に毛も不潔、脇に毛も不潔。日本人どうするの、日本人不潔だから剃るでしょ。あのこれは剃ったことない、抜いたことないから分からないから痛い痛いってでしょ。一番最初は1回ぐらい、2回ぐらいやったらね、あと少なくなって自分でも好きになるしと思いますよ。男は剃ってたら生えてこなくなるんですか。いや、男の方が入ってくるの、ずっとでしょ、うん、もうだから毎週金曜日剃るの、毎週金曜日私剃る。じゃあもう何、10歳ぐらいから女の子はずっと抜き続けてるの。そうです、で10歳が出てこない、12歳、13歳、12歳、ね、歳出てきたら抜き出せや、もう、それは、それは失礼ですけど、何歳から出るの、それ、女性の方何歳、何歳から出るの、え、生えてくるの、うん、生えてくるの、ねえ、生えてくるのって知らないもんね、女性じゃないの、生えてくるのって、いや、何聞いてんだよどこ見てんだよ、いるか、だいたい小学校は入ないんじゃないの、あれ何歳になるの、中学生ぐらいなんじゃないの、違うの、いや、だと思う、男はそうだよねいや、女もそうだもんね、いねえよ、そうだと思う、そっちスタッフいねえよ、中学ぐらいじゃないの、小学校じゃ入ないと思うけど、中学になったら何歳って言って、まあ、13歳、同じで、同じで、どこの国でもいいし、最初は1回、2回、3回、4回はお母さんやったらお母ちゃん、おばあちゃんやったらおばあちゃんやるから自分でできないね、痛くて、ね、なるほどね、痛くて、あとです、何回何回やってあ今の方が、今はそれでも昔の話ね、イスラムができた時の話でね、その後は、日本のおかげさまでいい薬ができてるの、これ、塗る薬やって脱毛剤みたいな、なんて言います、そう、脱毛するやつね、脱毛するやつは、今はそれで私たちの時代があんまりなかったと、じゃあ、で今でもやってるってことですか、今、まだまだしアミさんもやってんでしょ、私前アミさんどうしてんの、剃ってる、剃ってるよ、毎週金曜日、未だにやってんですか、剃ってるよ、何ですか今、
ないよ。見たいの？見せてくれる？見せてくれるんですか？見たいです。見たいの？ちょっとなんかあれですけど。ああ本当だ。お言葉に甘えて見せていただきました。ここだけ周りは生えてるんだよ。いや周り全部剃ってるよ。いやこのこれ腹そうお腹は全部あれだよ。ここが生えてる。できないですよ。ここだけは剃ってる。そうそうそう、あの辺だけね。ただですね、アフガニスタンのね、うん、皆さんはものすごくでかいっていうね、ビッグだという噂をね、日本人の噂かもしれないんですけど、これいや虫がね、あのテレビ映らなかった場合は男性が着ないけど、女性見たら見せてあげますよ。見せてあげよう。今何私の方で見たいの皆さん。見せてくれるんですか。見せてあげるけどもテレビで映ったらいけないの。えそんなでかいんですか。いやでかいのことは子供の時はね、あのカツラがあるの。カツラね。カツラして皮膚が取るでしょ。はい、あの取ったらこれで木と同じよね、成長するの。そうですよね。だからみんなでかいんですよね。そうそう、ガキの頃にほらもうちっちゃうんですよ、皮ちっちゃうの、皮は取っていないから木と同じ。そうですよ。どれぐらいでかいんですか、感じでいくと。まあ、やったらね、もういいよ、そって18から20センチぐらいですね。ものすごいでかいです。どうめちゃ見せてください。いや今ね興奮した時ねできないけど、ね、それは違う。違うわ、あのサイズが。じゃあこっちを見せないのがまずいの。いや1センチから3センチになりますよ。こんなもんですよ。いや今日私の家で娘がねお客様来てるからむくなってしまう。むくな。むくな。仮面してお腹痛いから。日本ではこうやった時の大きさが同じだって言うんですよ。ちょっとアミさんこうやってもらいます。あそっか、うん、こうやってもらいます、うん、そうやってもらいます。いいですか。あもう大変なことやな。これが一番ミニサイズよ。これミニサイズなんじゃないこれ大変。ミニサイズ触ってみ。これいや5個ぐらいやればいい。これミニサイズですか。いや大体これが同じだって言うんですよ。ちょっと見してもらおうか。いや今日ねちょっと今日は仮面して娘さんがいるから。そうそう、娘が約束があったからその番組の中でそれはあったけど娘がそのことあったら私行きますよって言ったから。うん、娘さんに怒られちゃうからね。それはダメだよ。あのアフガニスタンでしてはいけないことの中にゲップ、ゲップはしちゃいけないですね。一番ね、おならが一番ね。おならが一番ダメ。そうそうそう、おならやったら昔法律があってね、例えばレストランが誰がおならして、はい、2人証明したらおならしたって言ったら3日間も入ってたの。その無所に、無所に、うん、そうそう、3日間でね。証人2人いたらダメなんです。だからそれはだから証人2人があったからこのままやって人前でおならをしてはいけないってことだね。家の中ではいいんだろうけど。そうそうそう。でもさ、おならって音が出るのと出ないのがあるじゃない。あるある。いやで、大体はエリアから分かるでしょ、あの匂いあの辺でから来てるから。そういうのかもしれない。音が出なければバレないもんね。いやね、匂いでバレるでしょ。じゃあちょっとそろそろあのご飯でも作ってもらいたい。いいですかね、これはやっぱり。アフガニスタンの料理っていうのはどんな料理なのか。料理で本当にアフガニスタンがいろんな民族からできた国だから料理の種類も幸福のたくさんあります。アミンさんずっとカメラ見て喋ってんだよ。急にねカメラ目線になったらびっくりした。いやどこで見たらいいかな。いやいいんですよ。生まれて美しな人の顔見たらね上がってきても喋れなくて。本当ですか。アミンさんタイプですか。私がね、あれ痩せた人は私のタイプ。あ、じゃあタイプじゃん。ものすごいらしいから、うんうん、今私も、うん、親御さん募集してるからぜひテレビであの痩せてる優しいの知ってるから。日本の女性はお好きですか。お願いします。日本の方がね今度ね私の人生を最後の人生日本だからね。日本の女性と、うん、エッチしたことないんですか。そう、そんな質問したらすごくねノーって言ったら嘘になるし、はいって言ったら答えに